平野紫耀、神宮ジングージ・ユータ・キシ・ユタ、ナンバー・ I のデビュー曲を作ると囁かれるアーティスト。10月15日、滝沢秀明氏の新事務所、とべ、でングループ、ナンバー・ I として活動していくことを発表した平野紫耀26、ジングージ・ユタ、25、キシ・ユータ、28。 キングプリンスだった3人が新しいグループとして活動していくことになった。そんな彼らの次の動向は、ナンバー・ I のデビュー曲は大物アーティストが手掛けるこれまで飛べからはジャニーズ JR でインパクト・大津ズとして活動していたイムップが3作をリリース、元 V6 の三宅健も1曲をリリースした。 平野と神宮寺より後に所属したいムップが先にリリースする形となったが、騎士の合流を念頭に置いてのことだろう。飛べの中でもインスタフォロワー数トップの平野がいるナンバーアイのアーティスト活動も気になるところだ。グループでの活動を発表した彼らの再デビュー曲は一体どんなものになるのか。音楽雑誌編集者はこう語る。 デビュー曲は相当力を入れたものになるでしょう。イムプエのクルージンも韓国で BTS 自民の楽曲を作った豪華声。三宅健も若年層から注目のシラップが楽曲を担当しました。平野たちの新グループナンバーアも確実に襟に来るでしょうね。滝沢秀明式キーるとべは元ジャニーズがほとんど。 デビュー曲もジャニーズイズムが継承されていてもおかしくない。そこでこれまでジャニーズ事務所から輩出したグループのデビュー曲を見てみよう。少年隊、仮面舞踏会、スマップ、キャーンとストップラビング、トキオ、ラブユーオンリー、V6、ミュージックフォーザピープル、キンキキズ、ガラスの少年、嵐、エイロシー、タッキー翼。ツバサ アルバム、二十歳、でデビューニュース、ニュース日本、カンジャニエート、波花色ハブシ、キャトタン、リアルフェイス、平成ジャンプ、アルトラミュージックパワー、キスマイフト2、エブリバディーゴー、セクシーゾーン、セクシーゾーン、A, B, C, Z, ザ、A, B, C、ケラゴストーズから、ジャニーズベスト、A じゃないか、キングプリンス、シンデレラガール、スノーマン、D, D, シクストーンズ、イマテーションレイン、何は男子、初心ラブ、ウブラブ、トラビスジャパン、ジャストダンス、キンキキズの、ガラスの少年は山下達郎さんが作曲し、松本隆さんが作詞、何度も作り直したという逸話があります。最近だとシクストーンズへの、イマテーションレインは作詞作曲編曲に至るまで吉木さんが担当しました。 一方でキングプリンスへのシンデレラガールは50曲ほどある候補曲の中から選び抜かれた1曲でコンペ式を採用。いつまでも歌う楽曲だけに耳に残りやすいメロディーラインが多いですよね。デビュー曲というだけにインパクトを意識したものだと思います。前で音楽雑誌編集者。続けて音楽雑誌編集者はこう話す。 ナンバーアイのデビュー曲もおそらくかなり力を入れて作ると思うので、大物アーティストに作曲を任せると思いますよ。その大物アーティストとは誰か囁かれているのが、キングプリンスにも楽曲を提供したクレバだ。キングプリンス時代に一番という楽曲を提供したことで話題になりました。ファンの間では匂わせなのでは、と話題になっています。 平野さんがインスタグラムに投稿したスニーカーがクレバさんとのコラボスニーカーでした。またクレバさんが飛べのアカウントをフォローするも、その後解除。事前情報になり得ると、あえて解除したのではないかと憶測されています。ナンバーアイというグループ名もナンバーワンでオンリーワンという由来ですし、笑い、スポーツ紙記者団。 一番に対して平野自身はかなりの思い入れがあったと過去に発言もしている。引っ張っていくようなリードする姿をアルバムで見せたいと話していた。時僕がクレバさんのことが大好きで、今回の目指す楽曲イメージにぴったりだと思ったので、みんなに相談して、それが叶いました。仕様、ーキングプリンス公式 X より、 ヒッツホップナンバーの1番は当時のキングプリンスをとしては挑戦的な一曲でもあった。ダンスも難易度が高く、ダンサーたちからの評価も高い。他にも平野自身がジャニーズに直談判した楽曲だと、全編英語言葉のマジックタッチもあるが、こちらも同様で、これまでのジャニーズアイドルのイメージではなく、ヒッツホップをかなり意識した楽曲だ。 彼らはジャニーズ事務所を退所して、飛べに行ったことでより自分たちのやりたいことを実現できるようになっただろう。王道アイドルらしいキラキラした曲でも、世界を意識したかっこいい楽曲でも、彼らのデビューシングルが売れることは間違いない。どんな姿を見せてくれるのか楽しみだ。